社会保険労務士。社会保険労務士は、労働、社会保険の問題の専門家として、労働保険、社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を、依頼者に代わって作成すこと、個別労働関係紛争の解決手続き、調停、斡旋等の代理を行うこと、また企業を経営していく上での労務管理や、社会保険、国民年金、 厚生年金保険についての相談、指導を行うことを職業するための国家資格であり、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、開示代理士とともに、職務上請求権が認められている八資業の一つである。略称として、社労士や労務士とも呼ばれる。ローマ字で、社会保険、社会保険労務士、労務士の各頭文字をとって、 sr とも置き換えられる。社会保険労務士の基礎は、菊の花びらの中央に、sr の文字が付されている。素材は、純銀の台座に、純金針が施されており、中央 sr 部は、プラチナ製。主務官庁は、厚生労働省で、もともと旧厚生省と、旧労働省の教官とされていた。社会保険労務士は、 次の覚悟に掲げる事務を行うことを行う,と,を行うとする第2条。ただし、これらの事務を行うことが他の法律において制限されている事務ならびに労働社会保険処方令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のナス給に関する事務、レセプトの作成等は含まれない。1、7、この業務は社会保険労務士または 社会保険道無視法人でないものが原則として他人の求めに応じて報酬を得ていってはならない。さらに、3、5の業務、紛争解決手続き代理業務については特定社会保険道無視でなければ行うことができない。なお8の業務は業務制限の対象外であるので社会保険道無視でないものであっても他人の求めに応じ報酬を得て5として行うことができる。 第27条。社会保険労務士の業務は、主として、企業との顧問契約にある。企業の人事、労務所問題に関する相談、社会保険、労働保険所手続きの事務代理、提出代行、給与計算などが主軸となる。また、ファイナンシャルプランナー資格や、DC プランナー、DC アドバイザー資格、モーゲージプランナー資格を合わせ持ち、年金。 資産運用に関するコンサルタント業を主とする実務家や税理士、中小企業診断士、行政書士といった他資業資格を保有した上で多角的な活動を行う実務家もいる。最近では労働トラブルの増加に伴い個別労働紛争の解決の促進に関する法律に基づき当事者を代理して具体的な解決策を提案するなど労使双方のかいの解決に尽力する。 社会保険労務士、犯外紛争解決手続き制度の代理業務を行う場合は、特定社会保険労務士としての付記は必要も増えている。1980年、昭和55年8月末日の時点で、行政書士であった者は、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を行うことが認められるが、提出代行、行政機関への提出を代理すること及び、 事務理、書面の内容を自らの判断で修正することは認められておらず、記者、行政契約の場合は代理もありとして提出できるのみに止まる。また、特定社会保険道務士に認められる裁判外紛争解決手続き業務に伴う斡戦代理も認められていない。税理士の行う不随業務、租税債務の確定に必要な社会保険道務士事務についても提出代行。 事務代理並び安全代理は認められていない。社会保険労務士は各人の状況に応じて下記の登録分けされ、それに応じた登録を行う。個人で事務所を開き、社会保険労務士法人所属者を含む他企業からの依頼に応え、人事、労務管理の専門家として従業員の採用から退職に至るまでの労働、社会保険に関する諸問題を処理、さらには、 個人的な年金等の相談に行うとして応じることができる。主に多くの中小企業、零細企業を対象として、多角的に人事、労務管理業務を行う。開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合でなければ、2以上の事務所を設けてはならない。第18条、業務の性質上、社会保険労務士本人が、 事務処理を行わなければならない他である。また業務に関する帳簿を備え、これに、事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額依頼者の住所及び氏名または名称その他、厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならず、この帳簿、その関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。第19条。正当な理由がなければ依頼。 紛争解決手続き大事業務に関するものを除くを拒んではならない第0条。企業や団体に属し、当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う。大企業の管理部門に所属し、企業内での人事、労務管理に専業従事する者が多い。また、勤務社会保険労務士が特定社会保険労務士として不起を受けた場合も、 所属する企業に関連した裁判外紛争解決手続き業務を行うに止まる。一般企業への勤務資業登録が正式に資格として認められているのは資業の中でも社会保険道務士だけであり資格としての存在意義が企業経営と密接に関係していることの裏付けであるともことことができる。企業に所属している者の,の営業、経理、専門職等、 社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している者や専業主婦、いずれの企業、団体にも所属しないフリーランスを対象とした者が、その他登録である。なお、全国社会保険労務士会連合会においては、勤務とその他を合わせて、勤務等という表記方法を用いている。業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、 社会保険道務視法人を設立できる第25条の6以下。社会保険道務視法人は、その多くの規定を、旧商法、会社法の合名会社を見本とし、社員、出資者である無限責任社員のことたる、社会保険道務視すべてが無限責任を負い、定管に特段の定めがない限り、全社員が代表権、業務執行権を有する。社員は、 個人で別に社会保険労務士の事務所を開設できない。また、社会保険労務士でない者は社員となることはできない。2016年、平成28年1月1日より社員1名のいわゆる一人法人の設立が可能となった。社会保険労務士法人はその名称中に社会保険労務士法人という文字を入れなければならない。社会保険労務士であっても 以下のものは、社会保険労務士法人の社員となることはできない、第25条の8。社会保険労務士法人は、社会保険労務士としての職務に加え、定管で定めるところにより、以下の業務を行うことができる、第25条の9。社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする、社会保険労務士が、共同して、定管を定めなければならず。 主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する二十五条の十代二十五条の十二。成立したときは成立の日から二週間以内にその旨を主たる事務所の所在地の社会保険労務司会を経由して全国社会保険労務司会連合会に届け出なければならない。定管には少なくとも以下に掲げる事項を記載しなければならない。 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。第25条の16。例年8月の第4日曜日に実施される。試験の管轄はかつて国直轄であったが、平成12年度以降は厚生労働大臣の委託を受けて、 全国社会保険労務士会連合会、連合会が管轄し、社会保険労務士試験センターが、試験事務、合格の決定に関する事務を除くを行っている。以下のいずれかに該当する者は、連合会への登録を経て、社会保険労務士と名乗ることが認められる、第3条1項、2項。連合会が備える、社会保険労務士名簿に、社会保険労務士として登録しなけれ 社会保険労務士またはこれに類似する名称を用いることはできない。第14条の2、第14条の3、第26条。登録を受けようとする者は、所定の事項を記載した登録申請書を社会保険労務士となる資格を有することを称する。書類を添付の上、都道府県社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。第14条の5。 連合会は登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険道務士となる資格を有し、かつ、登録拒否自由に該当しないものであると認めたときは、遅滞なく社会保険道務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険道務士となる資格を有せず、または登録拒否自由のいずれかに該当するものであると認めたときは、登録を拒否しなければならない。 第14条の6。登録を受けた者は、当然に、当該都道府県社会保険労務司会の会員となる。第25条の29。連合会が登録を拒否しようとする場合、登録を取り消そうとする場合においては、資格審査会の議決に基づいてしなければならない。連合会は、登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、 相当の期間内に自らまたは、その代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。第十四条の六登録を拒否された者、取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。また、登録の申請を行った日から三月を、経過しても何らの処分がなされいい場合には、当該登録を拒否された者として、 厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあった日に、連合会が当該登録を拒否したものとみなす14条の8。社会保険労務士試験合格実績は、たとえ失格処分を受けたとしても、就寝有効である。ただし、社会保険労務士はあくまでライセンスを付与されている、つまり登録しているものに限るのであり、 試験に合格しただけのものは、社会保険労務士ではなく、また、試験にも合格していない者が、社会保険労務士を名乗り法解釈することもあるので、特定社会保険労務士商標、都道府県社会保険労士会会印象の提示を求めるなど、注意の喚起が必要である、いわゆる、偽社会保険労務士問題。次のいずれかに該当するものは、 当然に、社会保険道務士となる資格を有しない、第5条。次の1から4に該当する者は、社会保険道務士の登録を受けることができない、第14条の7。また、登録した者の次の4から6に該当するに至った、場合は、連合会は、当該登録を取り消すことができる、第14条の9。社会保険道務士に対する懲戒処分は、解告。 一年以内の業務停止、失格処分の三種類である第25条。厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に申請の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続き代理業務を行ったとき、または不正行為の指示等を行ったときは、一年以内の業務停止または失格処分をすることができる。社会保険労務士が、 相当の注意を怠り、これらの行為をしたときは、開国、または1年以内の業務停止の処分をすることができる、第25条の2。厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に、虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令もしくは、労働社会保険処方令の規定に違反したとき、または、 社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、いずれかの懲戒処分をすることができる。第25条の3。社会保険労務士会または、連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒自由に該当する行為または、事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びに、そのためまたは、 事実を通知しなければならない。また、何人も、社会保険労務士について、懲戒自由に該当する行為または、事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の使命及びその行為または、事実を通知し、適切な措置を取るべきことを求めることができる。第25条の3の2、厚生労働大臣はいずれかの懲戒処分をしようとするときは、 公開の審理による弔問を行わなければならない。第25条の4。懲戒処分をしたときは、死体なく、その旨を、その理由を付記した書面により、当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって広告しなければならない。第25条の5。戦後、いわゆる労働三法が制定され、労働者の権利が法的権利となる。 さらに経済成長と相まって急速に労使間の対立やストライキが頻発する。また、特に1960年代における日本経済の急激な成長により税収や企業からの社会保険料が増加し、厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も発展する。しかし、保障額の高度化、制度の複雑化を伴い、煩雑な社会保険の仕組みと申請。 給付にかかる事務手続きにより中小企業等では対応が困難となる。これらに対応する専門家の必要性から人事、労務、総務部門の業務を行う職業が発生した。当初、これらの受け負い業務を合法的に行い得る有資格者は行政諸士であったが、競技総務を除く人事、労務分野のより専門的な知識を持った人材が必要とされた。 そこで1968年、社会保険労務士法が、議員立法により制定された。制度発足時の経過措置として、行政書士が試験なく、特任として、社会保険労務士資格を取得し、およそ9000名が、社会保険労務士となる。2007年4月の司法制度改革で、裁判外紛争解決手続き制度の代理権が、認められる。 2009年のリクルートの調査では取りたい資格の10位、ニーズが高まりそうな仕事の9位である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。